皆さんこんにちは。38歳 YouTuber 伊豆のゆうかです。今回は大好きな YouTuber さんがやってて、あ、面白いと思って私もやってみようと思ったそこみえコスメ、こちらを10点一気に紹介していきたいと思います。そこみえするってぐらいお気に入りなんで、今まで動画で紹介してきたアイテムがほとんどだと思うんですけれども、やっぱそれくらいすごい気に入ってるっていうことなのでご紹介します。一つ目はスキンケアから紹介していきたいと思います。もうこれは私のチャンネル見てくれてる人が絶対知ってると思うんですけれども、はい、こちらです。カネウボーのナイトリピッドエアーのクリームです。見てください、もうほとんどなくなってきちゃいました。これをし始めてだいぶ本当に肌の調子が翌日よくって、やっぱ塗り忘れた日全然違うんで、リピートしようかなってやっぱ思ってます。ただね、春夏になってくると、まあナイトクリームだからちょっとこってりしすぎなのかなって今ちょっと悩みどころなんで、あと使い切るまで楽しみながら使ってみたいと思います。2つ目はこれです。高見クリニックの高見エッセンス PY です。サエコさんとかがおすすめしてたりとかする美容液なんですけど、高機能美容液、ピクノジェールっていうこの正規成分が入ってるんですけど、これがですね、やっぱりこう乾燥とかこう張りとか弾力とか、あの年齢肌のサイン、そういうのに効いてくれる高機能美容液で、こうスポイト状になってまして、こういう感じになってます。はい、でこういう感じで、もうサラサラっとしたテクスチャーなんですね。で冬は私すっごい乾燥肌なんで、オイルがすごい好きで、うちはサボテンオイルとかアルガンオイルとかそういうのを使ってたんですけど、春夏になってくるとやっぱりオイルだとこうベタつくようになってしまうので、これを使ってて、やっぱり肌が次の日こうちょっと毛穴とかが埋まって、あと、あ、ちょっとほうれい線が深くなってきたなと思ったら、こうやって集中的にこうやって塗るようにして、うん、年齢の割にはほうれい線ない方じゃないかなと自分的には思ってます。これネットで買えるんですけど、すごいおすすめです。でも高いのでちょこちょこいろいろ浮気してっていう感じですね。エイジングケアにはいいです。はい、で3つ目、こっからはコスメに行ってみたいと思います。これちょこちょこ出てきたと思うんですけど、まずはこれです。ルナソルのライティングアイズアイシャドウです。これは07のシャイニーベージュ、白じゃなくブラウンでもなく、本当に肌色に近いけどちょっとパールがこう入った感じのシングルアイシャドウです。はい、塗った感じを見せると、繊細なパールが本当に綺麗で、アイシャドウのベースとしてもうずっとこれを使ってるんで、どんどん底見えしてってます。週 3,4 回はこれがシャドウベースとして使ってます。でもう一個アイシャドウを紹介すると、あ、もうこんなにって思ったのがこれですね。ケイトのブラウンシェードアイズ N BR4 です。骨格メイクができるっていうアイシャドウで、私今年買ったんですけど、この真ん中のベージュが特にもう大好きで、こんなに底見えしちゃってます。はい、ここですね。光もなんかこう上品に光りつつ、でもブラウンすぎないので本当に程よい陰影が出るんですよ。なので二重よりちょっと広めに塗ることで、ちょっとこう骨格的にくぼませてみせる、で目がちょっと大きく見えたりとか凹凸が出たりして、なんか私の中でこう美人に見えるアイシャドウだなって思ってよく使ってます。これ下まぶたにもすごくおすすめで、オレンジとかはねあんまり使わないんですけど、これだけもう本当にすごく好きです。次はですね、はい、もうこれオペラマイラッシュアドバンスト01漆黒です。これに勝るマスカラはいつ出ますかっていうぐらい大好きで、お湯で簡単にオフできるし、綺麗にこうセパレートしてくれるし、ピューラーで上げたまつげがこう下がらず、こう今も塗ってるんですけど上がったままキープしてくれる、これ全部地毛なんですけどしてくれるし、でしかもブラシがすごく細長いので下まつげに塗りやすい上に失敗が一番少ない、もう神のマスカラ。次はまつげつながりでもう一個、もうすぐついになくなりそう、リバイタラッシュ
これまつげ美容液で、全部これ自まつなんですけど、ほんと寝る前に塗って次の日にまつげがすごく腰が出たりとか増えたりとか長くなったりとか、すっごく効果のあるまつげ美容液です。この動画で見てもらえばわかるんですけど、私やっぱつけまつげとかまつエクをずっとしてきて、自まつで生活なんてできないって思ってた時にこれに出会って、ついに自まつで生きられるようになった、とてもスペシャルなコスメです。まつげがなんかこう少ないとか短いとか悩んでる人は一度試してほしいなって思います。私はネットで買いました。次はこれもよく紹介してるんですけど、マックパウダーブラッシュのウェルドレストです。このチークの良さはやっぱり顔にほんと透明感が出るんですよ。で、血色も良くなるし、ふわっと優しい感じが出て、あんまり男の人って濃いチーク好きじゃないと思うんですけど、これは多分そういう失敗がないし、チーク苦手な人でも塗りやすい、本当に程よい薄付き感がおすすめポイントです。次に紹介したの、あと残りは3本ともリップになりました。で、1つ目はこちらです。これも紹介しましたね、よくね。オペラのもう大人気なリップティント01のレッドです。なんかスケアカっていうのがなかなかなくって、すごい好きです。もうほら、これが最大限出してこれだけ、あとちょっとだっていう感じですね。赤リップってやっぱこう年齢的に老けて見えてしまったりとかするからちょっと危険なんですけど、オペラのリップティントの赤は透け感があってプルプルしてて可愛らしいし、顔の血色も良くなるし、パーフェクトです。ちょっとだけ乾燥しちゃうのが気になっててるんですけど、でもやっぱり持続性の高さっていう面ではやっぱりすごくおすすめなリップティントだと思います。あともう2つはこれお友達にもらったんですけど、ミシャのカラーリングティントパームオレンジ。もうね、字が消えちゃっててもうボロボロ。はい、たまにオレンジリップで元気な感じとかフレッシュな感じな格好したい時ってあるんですけど、その時はこれ使います。ティントバームっていうだけあって、塗った感じがすごくリップスティックっぽい感じなんですよ。唇がトゥルトゥルしてしっかりとオレンジ色が可愛く発色してくれるので、常にあの持ち運びのポーチに入れてます。はい、こんな感じです。あ、今日のブラウンと合う、このおしゃれな感じのオレンジが可愛いなと思って、春夏になってくると使う頻度が増えてきます。はい、でもう一つは完全にツルツルになってしまいました、キャンメイクさんのリップティントシロップ03です。キャンメイクさんのすごいなって思うところが、唇の皮むきしやすい体質なんですけど抜けないんですよね。このリップティントシロップはしかも潤うっていうか、唇がツヤツヤするので、なんかの上に塗り直そうって思った時に使うのがこのリップティントシロップが多くて、なんか常に使ってるっていうよりは持ち運びコスメの中に入ってて、トイレとかで塗り直すのがこれっていう感じです。以上10点でしたけど、いかがだったでしょうか。コスメって底見えするまで使うってなかなか難しいんだなと思いました。あ、これは私のメイクとかコスメの中で第一線で頑張ってくれてる精鋭たちなんだなと思って、しかも自分がこだわってるところのものばっかりがどんどんなくなっていくから、自分の中で大切にしてるパーツなんだなっていうのがすごい分かって面白かったです。はい、では今日の水のゆかチャンネル、いかがだったでしょうか。では華麗に負けず華麗に生きるために美活動頑張っていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしております。